フィギュアの箱に浮き埋になりそうなユートピーの問い箱です。今回紹介するのはこちらです。SH フィギュアーツの仮面ライダー01ライジングホッパー50周年記念バージョンでございます。ばっくり説明しますと以前発売された01のパッケージが50周年仕様になっただけのものですね。なのでこの白押しの50周年記念ロゴとかはすげー気合入ってる。 0 1、まあ、ゼロワン本体は実質再販なのかもしれないけどももしかしたら微妙に変わってるとこもあるかもしれないからね一応見ていきましょう。 はい、取り出しました。なんだろうな、パッと見、やっぱり変わってない感じはするんだよね。どうでしょうね。まあ、もともとそんなにね、出来が悪いものでもないので、改めて入手できたっていうのも嬉しいっちゃ嬉しいけどね。ちなみにこれが2021年最後の仮面ライダーのフィギュアーズとなりますね。まあ、だからなんだという感じなんですけども、じゃあ、細かいとこ見ていこう。はい、マスクはこのような感じでございます。かっこいいよね、やっぱりこの01のマスクっていうのは。服眼も非常に綺麗だし、 この黒い部分もね、マットな感じになってるのが僕は結構好きだったりするんだよね。墨入れとかするとね、ぐっとね、この多角的なね、表面がね、良くなるからね。まあこの辺も初版版と変わってるのかっていうのはちょっとわからないけども、その辺の比較は後でやっていきます。胸のアーマーはこのような感じですね。意外と複雑ですけども、この辺も大丈夫です。肩から、 腕のアーマーはこのような感じですね。赤いラインとかシルバーの塗装もちゃんとされております。肩アーマーはね、腕側についてるんですけども、個人的にはね、ポージングさせた時のシルエット的なところとか、実際のスーツ見ると胴体側につけてほしいなっていうのはありますね。付属品は手首パーツだけで、握り手首、持ち手首、開き手、指差し手首が右手のみ付属しております。太ももから、すねの、 ラインはこのような感じでございますこの辺も大きく変わったところはないんじゃないかな背中からお尻ふくらはぎのラインはこのような感じこの辺もまあ特に大きく変わってるところはない気がします01ドライバーとライジングホッパープログライズキーはいつも通り細かく再現しておりますまあ多分ね絵柄の再現とかもないとは思いますねこんな感じでマークの部分だけが再現されておりますはい比較してみましょうこちらが SH フィギュアーズの仮面ライダー ゼロワンライジングホッパーでございますあのー、全く一緒ですね。ちゃんとね、近くで見比べながら見たんですけども、ほとんど変わってるとこないんじゃないかな。顔も一緒だし、塗装周りもほとんど一緒だし、素体に関してももちろん一緒だからね。マジで、本体に関しては、ただの再販って感じなのかな。持ってない人もね、結構いるので、改めて発売するっていうのは全然ありっちゃありですけどね。この前の真骨頂空がみたいに何かビい 微妙にマイナーチェンジしててるととかかっっいうことはなかったねマジでこれどっちがどっっちちがかかわんなくなくりそうエンジョイ音楽は鳴り続ける一丁へ届けたい胸の鼓動って感じですけども <laughs> 50周年記念の「仮面ライダー01」のフィギュアーズ細かいとこ見ていきましたもうほとんど変わりはないでしょうって感じですねなので正直アクションポーズに関しても今更感あるのでサクッとやっていこうかなと思いますかね ゲージが重視だからまあ、それで飾っておくっていうのもありっちゃありかなはいライジェンインパクトのところですけども今更気づきましたけども足裏の赤いラインはね再現されてないんだよねこれぐらいやっ ててくれても良かかったんじゃないかないいと思いますねリアライジングホッパーの時は塗られていたんですよね。マジでちょっとプレイバリュー低いんじゃねえのバンダイって気がしますね。まあ、可動範囲に関してはもう見てわかる通り結構広く動くのがこの01のフィギュアーツなので全然問題はないかなって思いますね。あとは決めゼ詞フのお前を止めるのはただ一人俺だの時のね、親指を立てた手首パーツが付属してくれるとまだ良かったんじゃないかなって思います。いろいろ惜しいところはありますよね。まあ、最初の と何が違うかっていうと他のキャラクターが充実してきてる時なのでこうやってイズをね置くことができるっていうのは違いっちゃ違いなのかな <laughs> イズいるだけでちょっとね劇中の雰囲気出てるから楽しめる部分ではあるかなと思います武器も豊富なので二刀流でね構えさせてみました僕ね基本ホームで強化ホームの武器とか使うのめっちゃ好きなんだよねまあ他に例何があるかなディケードで牙がザンバットソードを一瞬使っていたぐらい かなっていう思ったんですけどもでもこの組み合わせ好きなんだよねなかなかねフィギュア2でいろいろ集めないとできないっちゃできないところではありますけども01は剣とかがねやっぱり多いのでねアクションポーズもスマートに決まるねここで問題です何が違うでしょう 手首パーツそんなわけないじゃないですか。違うけどね。正解は、リアライジングホッパーのプログライズけになってるでした。マジでしょうもないけども。ライジングホッパーとリアライジングホッパーはね、ご存知の通り、どっちも同じ見た目をしてて、違うのはプログライキーだけなので、そういったね、再現もできるんじゃないかなって思います。ほら、青いプログライキー刺さってるでしょ ?01 ってね、このリアライジングホッパーと、あとは一番くじのクリアパーツ使われていたもので、4体目になるの。 かなライジングホッパー系が出たのはもうこれ以上出ることはないのかなどうなんだろうなワンチャン真骨頂とかでもありっちゃありだけどねまだ早いよね。 仮面ライダーのフィギュアでで遊んんるるるると変身音を聞きたくなるあるあるありません今回の01なんですけどもやっぱり本体はねほとんど一緒でしたね、まあ、別に言っちゃいいんですけどもんよくを言うと足裏の塗装とか親指立てた手首パーツとかがあれば前のものを超えてきたんじゃないかなっていうのはね正直ありますねもちろんほぼ再販っていうカテゴリーなので同じにするのは当たり前っちゃ当たり前なんですけどもちょっとね気になるところはあったかなっていう感じがします ただ久々に01のフィギュアーツでポージングさせて遊んだんですけどもやっぱ楽しいよね動かしやすいしポージング決まるから普通にポーズのバリエーションとかも色々浮かんできてパンパンブログ用の写真撮れたかなっていう感じがしますねまあ、今のところ01系のアーツは来年以降何が出るっけ外伝系の滅亡人雷とかバルキリーのジャスティスサーバルとかが出るんですけどもそれ以外なんかあったかなまぁ参考出品されてたアークロとかゼロとか ととかかバルルカののローンウルフとかそあとライズホッパーもありましたね。あれはエフェクトパーツつくから結構楽しみだわ。ということで僕のチャンネルではこれ以外にも仮面ライダー系のフィギュアのレビューをしておりますのでぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。それではユ o u t でした。ありがとうございます。